芋飴食いたい、芋飴食いたい。イベントインフォメーション熊本。今回は熊本県八代市天ヶ谷町にあります熊本チャイニーズさんから、なんとですね、今年もよろしくお願いします祭りということで、パックに入るだけどんどん入れちゃっての芋飴詰め放題が1月27日金曜日と1月28日土曜日、1部と2部の2回行われるということで、今回はこれをご紹介していきます。1回につき3パックまで、1回の1パックがですね500円でとにかく入るだけ詰めていいという、そんな芋飴詰め放題が行われます。時間がですね、朝の10時から午後2時までの第1部と、4時から6時までの第2部、はい、この2回ですね、1月27日と28日の2日間だけ芋飴詰め放題が行われるということで、うちの嫁さんはもうテンションが上がりまくりで、私はもう明日行くこと確定しているんですけれども、まあそんな1月27日28日熊本チャイニーズでの芋飴詰め放題、ぜひ皆さん1回500円ですからね、500円でありったけの芋飴を詰め込んで職場とかに持っていくと喜ばれること間違いなしなんではないでしょうか。裏側にありましたエブリマルシェのね、あのモンジローとかね、今閉まってしまって、残念ながら天ヶ谷のこの焼肉屋さんっていうのはね、なくなってしまったんですけれども、まあこのエブリマルシェでやっている熊本チャイニーズは健在ということで、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。まあ、とにかくうちの奥さんね、芋飴大好きなんですよね。で、通常ですね、芋飴は確か400円で販売をしていたんじゃないかなと思うんですけども、その他にもですね、あの本当に美味しいものたくさんで、唐揚げを時々買ってきてくれるんですけど、これがまたジューシーでうまい。さらにですね、鶏の丸焼きっていうのも実は置いてまして、こちら1500円で買えるんですけど、これもねすごいボリュームなのに、本当にこれ1500円でいいんですかっていうぐらいの美味しさなんですよ。コストコでロスタリーチキン買うんだったら熊本チャイニーズで鶏の丸焼きを買えと、まあそのぐらい本当におすすめしたい一品になっております。その他にもエビチリ、エビマヨ、ホイコーローなどなど、たくさんの美味しいメニューがありますので、ぜひ皆さん1月27日金曜日と28日土曜日、熊本チャイニーズ天ヶ谷店の方にぜひお越しください。以上です。後席。あの必死に芋飴を詰めているうちの嫁さんと俺を見かけても、どうか無視してやってください。 Thank you for your listening. Good air どこ。Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。